履いても疲れない、しかも雨の日でも行ける、いっぱい歩くの分かってんねん、今日はもうほんまにしんどいねんっていう日なんかはこの5足さえあればもう OK です。女性とどっか行くとかってなったりしたらもう全部これ履いとけ決まるんですよ。はい、本日ですねこちらの5足さえあれば無敵っていうメンズのスニーカーをご紹介していきたいなと思います。ということでこちらね今回5足紹介させていただきたいなと思います。僕洋服では結構ノースウェスとかアークテリクスとか、まあ、いろんなそういうのをやるんですけど、スニーカーもいろいろ買っていく中でとにかくこの5足さえあればもう OK ですっていうところねご紹介していきたいなと思います。僕も実際使ってていいなと思うところですし、正直この5足に関しては失敗しません。これ買って失敗っていう方いらっしゃったらぜひ教えてください。何が失敗やったのか僕知りたいので、失敗やったら教えてほしいっていうぐらい、他のスニーカー買うんやったらもしかしたら失敗する可能性もあるじゃないですか。あ、自分に合わへんなとか、こいつ微妙やったなってなるかもしれないけど、この5足はご安心ください。もう絶対に失敗しないということです。まず1つ目が何かというと、まあ他オネオネ系のスニーカーですね。でこれに関してはアナカパローっていうスニーカーなんですけど、まあ特に別にアナカパローじゃなくてもカーハーローでも何でもいいんですけど、こちら紹介ですね。で次っていうのが、やっぱりこれは持っとかんとダメですよね。でバンズのオーセンティックっていう形なんですけど、エラーとかいろいろあるんですよね形が。ただこのオーセンティックが一番合わせやすいなって僕は思ってるのでオーセンティック。で次がオンですね。でオンに関してはこれもモデルが結構いろいろあるので、クラウドモンスターっていうこちらモデルなんですけど、クラウドサーファーでもいいし、まあ基本的には別に自分の好きな型番でいいと思います。で次がですね、泣く子も黙るあのスティーブ・ジョブズパイセンが履いてたニューバランスでございます。でこれに関しては僕スニーカーあんま好きじゃないので、ニューバランスはいやいや996の V2 がいいよとか V6 がいいよとかっていうのを教えていただきたいし、他にも2002とか1200とかいっぱいニューバランスは多分シリーズがあると思うんですけど、やっぱり3万円超えてくると一気に変わってくるんだなっていうところね感じました。で最後っていうのがこちらのもうめちゃくちゃ革靴っぽいんですけど実はスニーカーっていうところで、これももう抜群に使いやすいのでぜひねご紹介したいなと思います。まあこれはちょくちょくまあ僕動画で言ってますけども見ていきましょう。ではまずですね履いてみたいなと思うんですけども、ホカオネオネですね。でこのホカオネオネに関してはもうめちゃくちゃね、まあ、使い勝手もいいし、しかも防水やし、まあもともとこう山道とかを走るように作られてるから足首とかがグリーンってならないんですよね。柔らかすぎてグリーンってかってなったりするのあるけど、そういうのも全くないし、ちゃんと足が守られててクッション性も良くて長時間履いても疲れない、しかも雨の日でもいけるっていうこの最高スペックになって値段がですね 29,700円ということなんですけども、僕が見てるサイトとかでは一部 22,000円台とかでも売ってたりしてるので、これは別に新型モデルじゃないんですよね。もう2年ぐらい前に発売されたけど今でもまだ販売されてるっていうモデルなんで、これに関してはちょっともうちょっと安く買えるんちゃうかなと思いますので下に一応リンクは貼っておきます。もうそういったスニーカーなんで、もう黒のシューズとかでめちゃくちゃ安心感ある履き心地が欲しいってなったりしたらもうこれになるやろうなと思うし、次がこちらのバンズですね。バンズのオーセンティックになります。これは値段がだいたい7000円とか、まあ時によってはほんまに3000円とか4000円とかで売ってる時ありますけど、そういうのでね買うのもいいですね。でこれはこんな感じで履いた時っていうのがもうとにかく何にでも合う、もうこれ合わないものって存在しません。別にこの今長いパンツ履いてるけど例えばショーツになったとしても、まあ、全然いけるじゃないですか。でねエラじゃあかん理由っていうのが、僕もエラが好きでずっと履いてたんですけど、エラのこのかかとんとかプクってなるの分かります？ここにクッション履いててプクってなるけど、あれのおかげでなんていうのちょっと可愛い感じになっちゃうんですよね。なんかちょっと子供っぽい感じになるので、このオーセンティックにすることでそもそもの低くなるんですよ。この靴の履き口が低くなることによってもう一回長ズボンに戻すと、このように別に丈の短いパンツ履かなくてもこうやって靴下見えるの分かります？ここに靴下見えてるでしょ。それがねなんかあの大人っぽいなと思って、これがエラーとかになったら隠れちゃうんですよ全部で、靴下とかも隠れちゃうので、なんかそこの微妙な差なんやけど、それでだいぶ違うなと思って、僕それ気づいてからはもうずっとオーセンティックしか履かんようになったんですよっていうぐらいオーセンティック履いてるので、まあ、これもぜひおすすめですよと。でまあ値段が安い 3,4,000円で全然買える。ただちょっと一個気をつけてほしいのが、オーセンティックもやっぱりずっと履いてるとこういう感じになるじゃないですか。で結構なんていうのボロい感じになってくる。で新品とかで比べてみると、あ確かに違うなって感じになってくるでしょ。このソールが白いやつって汚れると一気に不潔感出てくるんですよね。でそんな違うってなるんですけど、例えばこの左側の足、まあ、汚れてるじゃないですか。ちょっとアップしてもらったら分かるかなと思うんですけど、こう汚れてる足とこう綺麗な足ってなったりしたら清潔感も全く違いますよね。こっちとかやったらこうおしゃれとか洋服がお好きなんかなって思うけども、このタイプの人ってなんかあんま気使ってないんかなみたいな、その足元まで気使われんのかなって思うから、たったこれちょっと汚れるだけでだいぶ違うんですよ。なのでバンズのオーセンティックに関してはストック持っといてほしいぐらい。最近おろしたから履きましただけど、多分奥さんと出かけるとかってなった時はもう新しいのを一応出すようにしたりとかしてストック持っといてほしいぐらい、まあこれやったら安くで買えるじゃないですか。だからちょっと汚れるだけでもうオーセンティックのアウトソールが白のやつってめちゃくちゃ目立つので、まあ今回紹介するのって全部それないんですよね。こう唯一これだけアウトソールが白ではっきり色がわかるっていうのが、だからあんまり高いやつでアウトソールが白のやっちゃうと買い替えんのが大変になってくるんで、まあこれぐらいのコスパのやつでもうちょっと汚れたらジーパンとかと合わせるでもいいし、ジーパン
般でも正直この綺麗な方がやっぱりちゃんと履きこなしてる感じがするんですよね。例えば薄いジーパンとかでこう皆さん大好き反り待ちスタイルしたとしてもやっぱりこのボロボロになってるやつってちょっとやっぱ汚いじゃないですか。まあ言うたら肌質とかも僕も35になる年なんでちょっとおじさんになってるんですよ。でおじさんがボロボロのジーンズ履いてボロボロのスニーカー履いてるってちょっとと違和感ありますよ、ね、やったらこっちの方がやっぱり小綺麗にしてるような感じがあるのでこれね結構ね替え持ったかな感じでちょっと邪魔くさいとこはあるんやけども、まあ、そういったことになります。で次がこちらのオンですね。でこれは値段がだいたい2万円以下ぐらいで買えてしかも日本が安いらしいです。どうやら海外で買うともうちょっと高いみたいなんで日本が安いらしいし名前がクラウドモンスターって言って雲の上を歩いてるかのごとくのこのクッション性ちょっとアップしていただいてわかります？この穴のところがキュッてこう縮んでる感じでこれぐらいもう足がふわーってこの柔らかいほんまにふわふわの絨毯の上とか雲の上をファーって歩いてるような感じだからもう今日は疲れたくないといっぱい歩くん分かってんねん今日はもうほんまにしんどいねんっていう日なんかはもうこのオンを履いていけば問題ない。でさっきの他もいいですよと履き心地いいですよ、いやお前それ言ったよねって感じなんですけど他はねイメージ的に言うと戦車です。戦車もう完全ガッチリカードされてもう雨でも風でも関係なくガガガガガっていくような感じのもう力強さがあるっていうのが他のよね。で対してこっちっていうのはそういう力強さはないんですけどもとにかく優しい母のようなあの母性を持ってね接してくれるっていうこのマザーシューズっていう名前をつけてもいいぐらい優しい足に優しいスニーカーということになっております。そして次がですねジョブズさんですね。でこのジョブズさんに関しては、まあ、3万5200円ということで、まあ、少し値段は高いんですけどニューバランスのこの1200とかあとまあ2002とか991とかもそうなんですけどやっぱ3万円超えてくるところってどんな人が入ってるかというとだいたい仕事できる人か経営者とかあと成功者とかあとまあそれ以外にやったらたまにネットワークビジネスなんか怪しいスーツとか着てるやつにかけて足元にニューバランスしてる人もいてるけどまあそれは一部例外だとしても、まあ、なんか成功してる人のイメージっていうかまあジョブズがそれやからそうなんか知らんけどもやっぱりこれとかはもともと足の補正の会社じゃないですか。補正器具を作ってる会社が作ったスニーカーなんでもうほんまに持ち屋というかまあ全部基本的にはそうなんですけどスニーカーから始まったブランドじゃなくて矯正器具から始まってるっていうところがすごく足のこと考えられてるししかもなおかつその段階によって値段を分けてるじゃないですか。安い価格でももちろん出してるしちょっともっとこだわったところに行くってなったらもっと高くなってくるってなってきた時にある程度のこの3万超えてくるってなってきたらニューバランスの中でもいい価格帯になってくると思うんですよね。でそれを履いているとやっぱりもちろん足の疲れも違うしそれでいてあ先人たちはこれを愛したんだとあのかの有名なスティーブ・ジョブズもそうやけどそれ以外のいろんなインフルエンサーとかいろんな有名人が履いててなんでこれ履いてんやろなってずっとわけわからんかったけど履いた瞬間わかったなるほどこれか俺は今までニューバランスを知らんまま人生生きてきたんやとニューバランスこんなんやそうやったら他も買ってみたいなと思ってるので他これよっていうのを教えていただきましたら僕すぐポチりますのでもう金に糸目をつけません。もういいと思ったらだって足元ってだって1日何時間も経つじゃないですか。そこに投資するのっていうのは一番リターンがでかいと思ってるのでぜひ教えていただきたいなと思ってるぐらいこれは買ってよかったなというふうに思ってます。で最後っていうのがこちらのオンのスニーカーですね。でオンのスニーカーに関してはもちろんこれも靴メーカーなんですけどこれゴアテックスなんです。で今この形じゃなくてちょっとこっちにあるような違う最新モデルの形になってるのでこれ旧式のモデルなんですけどこれはね抜群にいいっていうのは何かというととにかくこれ異性のこと考えて作られたんちゃうかっていうぐらいもう女性とどっか行くとかってなったりしたらもう全部これ履いとけ決まるんですよ。どんなデートであろうが食事であろうがカフェであろうが女子と行くってなった瞬間にはもうこれ履いとけは絶対なんて言われることないんですよ。それがね例えばこうまあジャケットとかありますわ、まあ、ちょっと小切れにしようかなと思った時にこの他のスニーカー履いちゃうとちょっと足元これゴツゴツやねとかねちょっとバンズやったらなんかちょっと足だけちょっと抜けすぎてるねとかってなるんやけど もうこのスニーカーはパッと見スニーカーに見えへんから周りから見たらきちんとしてるやん あの方きちんとされてるわって思うんやけども実は履いてる本人からさスニーカーなんですよとご安心ください足なんか全然疲れませんとなんと履き心地はバンズよりいいですよと唯一この中でももうデートって言ったらもうこれでしょっていうぐらいもうとにかくこの5足持ってて不満残る人いてるんかなっていうようなねこの今ラインナップなんですよ。ただちょっとダメなシーンっていうのも若干あって、まあ、それで言うとこのエコに関してはこういうスタイルとかちょっとカフェ行く時とかいいんですけど僕もねなんか合わんなと思ったのがやっぱりショーツもうとにもかくにもこのエコに関してはショーツとの相性がもうべらぼうに悪いんですね。でそれがどんな感じで悪いかって見てもらうといかがでしょうか。これ見た時どう思います？変態サラリーマンになってるんですよ。だからもう変態サラリーマンになっちゃうっていうところなんでショーツとの相性はもうべらぼうに悪いっていうことで、まあ、長いパンツ、まあ、女性と例えばこうご飯行くとか奥さんとカフェ行くってなった時
ときにあんまショーツ履いていくことないかもしれないんですけど、まあ、長いパンツであれば全然問題なく履けるんですけど、長いパンツっていうか、まあ、短いショーツになってくるともう一気に変態サラリーマンになっていくということなんで、もう株価暴落になってますのでね、はあ、ただそんなふざけた格好してるのは、はあ、もうズボン履き替えといてって言われますので気をつけていただきたいと。だから逆に言うとおすすめのシーンはこう綺麗めな格好とかするときはもうこれ無敵すぎるやろっていうぐらいもう僕めちゃくちゃ対応しますので、ぜひいいなと思いますし、でまあちょっと戻る感じでいきましょうか。次ニューバランスのデメリットっていうと、僕今のところ見当たってないんですよ。これちょこちょこ最近もう3日4日前に買ってそこから履いてるんですけど、これ何が悪いんやろみたいな、その悪いとこどこなんやろ。例えばこれショーツと合うかな合わんかなと思って心配したんやけども、でもっと言うとショーツがちょっと派手すぎるからもっと地味なショーツにして、まあ、こんな感じの足元にしてちょっと例えばサングラスとかこうグレーのサングラスとかかけて子供とこう手つないで歩いて公園行くとかってなったらめっちゃイケパパやんってなりません？ならない？僕ちょっとどんな感じか分かってないけども、なんかこれはこれでいい感じかなと思うから、意外とこの靴に関してはそんな悪いとこないなとは思うんですけど、まあ、ただゴアテックスとかじゃないので水には濡れちゃうし普通に全然浸透するので、そういった天候とかあと汚れとかもやっぱり本革使ってるところも一部あるので、やっぱ汚れるとなかなかこう汚れが取れづらいので、まあ、子供と遊ぶ時にこれってなってくるとちょっと微妙かもしれないですね。で次のオンに関してはこれもすごい履き心地良くて最強やっていう話はしたんですけど、まあ、これも比較的別に何でも合うっちゃ合うし、まあ、万能とは思わへんけども、まあ、まあまあ無理じゃないっちゃ無理じゃないんですけど、オンは履いててすっごい楽やしすっごいいいんやけども、なんかこうおしゃれ感がないというか、こう僕がどう履いていいか分からへん。まあこれやったらワイドパンツでダボーンって履くとかっていうのはかっこいいと思うんですけど、まあ、こんな感じで履いたら全然まあ問題はないかなと思うんですけど、こう守られてる感みたいなのはないんですよね。だから例えばこうキャンプとか行くってなったりしてこう岩のとこ歩くってなってくるとグリンってこう行きそうな気がするので、そのホールド感とかっていうよりかはその単純にこう歩くっていうとか走るっていう動作に特化してるシューズになるので、普段まあ街中ってこうやって歩いてるだけなんですけど、こう岩場とかってなってくるとグリンってなりそうな感じがちょっとまあデメリットかなと思うので、まあ普通に街中で履く分にはまあ全く問題ないかなと思います。でまあ防水、これは防水じゃないんですけど防水のタイプのスニーカーとかもあったりするので、で防水って聞くと皆さんこう表っ側が、まあ後でも他でも言おうと思ってたんですけど、表っ側が防水なんかなと思われる方多いんですけど、この大手の生地とこの裏側にある生地とのこの間にラミネートでピュッてゴアテックスっていうフィルムが貼られてるので、取り扱いに関しては普通にこう他のシューズ洗うのと同様に洗うのも全然いけるし、あとそれ以外にあったら本革のタイプとかもこれって本革なのにゴアテックスってなるんけど、外側の革は本革なんですけど外とこの裏地の中にあるのにこうゴアテックスっていうフィルムが貼られてるので、これも全然に普通に革靴を手入れするかのようにブラシでシャ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 ってやってクリームつけてあげれば全然問題ないと。だから意外とゴアテックスはね取り扱いがしやすいっていうのは全然しやすいんですけど、次のバンズが、まあ、デメリットとしては何かというと、まあ、もちろんこう雨で履けなくなるっていうのもそうなんですけど、まあ、それ以上にめちゃくちゃ汚れやすい。すぐ白いソールのところ汚れるからもうこまめにその消しゴムみたいなんで消してメンテナンスするか、もしくはもうストック用意しといていつでも履き替えれるようにしとくかっていう感じで、まあ、いい時調子いい時とかやったら多分半年ぐらい全然綺麗に持つやろうけども、ともすれば例えばうわ今日おろしたてやって言って飲み会とか行ってなんか酔っ払ってキースで帰ってきたらすごいこの辺も汚れてて終わったってなるかもしれんから、それはまあその履き方によって変わるんやけども、まあ、そういうところがちょっと白いホワイトソールがこれすっごい汚れやすいっていうところがデメリットかなと。これやっぱり白であればあるほど威力を発揮するじゃないですか。白ければ白いほどより清潔感が出てかっこいい感じになると思うので、汚れれば汚れるほどちょっとスケーターっぽい、まあ若い子はそれでかっこいいと思うんですけど、僕らみたいなおじさんになってくるとちょっとまあなんかこうおじいぼろやなっていう感じになってくるので、そのあたりがちょっと怖いなと思います。で最後にコアテックスの他物よねに関してなんですけど、これに関しては完全にどう見ても綺麗な印象にはやっぱならないので、こういうねミリタリー系のパンツとかとはめちゃくちゃ相性いいんですけど、こうミリタリー系で言ったりしてんのってなかなかこう人選ぶじゃないですか。だから僕も全然履かないんですけど、やっぱ似合う人が履いたらねすごいかっこいいなと思うんですけど、僕あんまりこういうのが得意じゃないので、こうガバーってでかいパンツにこういうボリュームのあるスニーカーっていうのが体型的にもねちょっとあの僕がウェーブっていう体型で上が細いんですよ。だからあんまりこう綺麗にこう収まってこへんので、どっちかって言ったら僕はタイトめの服の方がアイラインでね履ける方が似合いやすいので、まあ、あんまり僕は着ないんですけど、こういう着方は。じゃあどういう時に履いてるかっていうと、例えば、まあ、こういったアルパインライトパンツとか履いてちょっとこうコンビニ行くとかそういう時なんかにこれ履いといたらもうめちゃくちゃ歩きやすいし、雨降ってきてもいいし汚れてもいいし、で例えばこのまま洗車したりもするんですよ。で洗車して別に靴汚れだって全然なんてことないし、でまあアウトドアする人なんかはもうキャンプとかでこれ履いてたらもう最強でしょうね。もう悪いとこ一切ないし、特にキャンプ場とかってこう水場が整ってないからこう洗い物とかしたら飛ぶんですよね。足元ビチャビチャになったらテンションめっちゃ下がるんですよ。靴下濡れた時ってあでもうこの世の終わりなんですよね。靴下がもう全部濡れた瞬間で終わった、あ終わったってなるんですよ。だから靴下が濡れないようにって考えたら靴が
まずそもそも濡れないような仕組みにしとくっていうのは大事かなと思いますので、今回こんな感じで5足ね紹介させてきました。でこの5足に関しては一応全部揃えたとしても10万ちょいぐらいなんですよね。って考えたら10万ちょいでも失敗しないスニーカーもこれなんですよ。でも他のスニーカー買ってちょこちょこ1万円ぐらいのやつ買って失敗して結局何十万もするかも知らんけども、まあ、これであれば買っときゃ絶対失敗しないよねって。他に関しては例えばノースフェイスのスニーカーとかもあるんですけど、僕は個人的にやっぱり靴屋さんがやってる靴ってやっぱ強いなと思ったんで、いろいろ履いていく中でやっぱりそうなんやな。でまあ今スニーカーブームって終わったじゃないですか。もうナイキとかがどんどんこう売れ残ってる時代になってきて、もうそのブームじゃなくてほんまにいいものを履こうよっていうところが今回ね5足これいいんちゃいますかっていうところでご紹介になってました。だから特に別に驚きがあるようなスニーカーとかないんですけど、もうこれは僕自身が履いてきてこれいいですよと、もうこれは買ってくださいと。でもそしたらもう僕はもうめちゃくちゃ良かったんでっていうところをねご紹介させていただきました。また皆さんの方からもいやこういうのいいよ、ああいうのいいよっていうのがありましたら教えていただけると幸いなということで、本日はですねこの5足さえあれば無敵っていうところのスニーカーを紹介させてもらいました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。